何時まで打てばいいのか。パチンコの日本一周2回で世界一周1回をした私、からここはパチンコを楽しくぬくぬく打ちながらも買っていく方法を初心者中級者に向けて伝えていくチャンネルです。はい、ということでね、今回からあの僕の大好きな YouTube のね、さだためさん、皆さんご存知ですか？さだためさん風に言うようにしました。はい、ということでね、今日のテーマ、パチンコ何時まで打てばいいのかということなんですけど、これ何でお話ししようかと思ったかというとですね、先日僕が、まあ、閉店間際にあのお店にいたんですね。まあ、パチンコじゃなくてちょっとまあね、スロットコーナーで打ってて、まあ、ギリギリまで打ってて、まあ、パチンココーナーに寄ったって感じだったんですけど、その時にあの漆黒、刑事に漆黒を打ってて、ずっと左打ちで打ってる人がいたんですよね。閉店間際でもう店員さんに、もうすいませんやめてくださいって言うまでずっと左打ちで打ってたと、はい、そういう方がいました、はい、いましたっていうか、まあ、結構僕よく見かけるんですよ、そういう人を。 はい、はっきり言って、まあ、勝つ目的で言えば、愚の骨頂ですね。はい。なので、まあ、いくら、その台がね、とてつもなく回る台だとしても、じゃあ、もうずっとギリギリまで打てばいいのかって言ったら、そういうわけではないですよね。はい。なので、あと、まあ、あともう一つね、もう一つ、まあ、友達のね、方がね、いるんですけど、それと、まあ、パチンコ、始めたばっかりではないけど、まあ、ビギナーの方がいて、まあね、2週間ぐらい連続で閉店取りこぼしちゃったよ、タカと2回で2週連続で取りこぼしちゃってみたいなことを連絡もらったんですね。はい、で何時まで打ってるんですかって言ったら、かなりねギリギリまで打ってたので、はい、それじゃあもういくらいい台だとしても意味ないんですよね。はい、なのであの今回は何時まで打てばいいのというテーマでお話ししていきたいと思います。はい、ということで早速まず答えからいきます。もう答え出しちゃいます。答えこちらです。ドン。はい、ということでね、もう答え言います。答えこちらです。回転数と取り切る時間を計算して期待値を割り出して自分が納得いく時間でやめる。はい、これが僕が思う一番いい答えかなと思います。はい、なんですけど、まあじゃあ実際そうなのか、あ、じゃあお前これを毎回やってるのかというと、僕はここまでの高いレベルではありません。はい、毎回こんなあのこの台はこれで、あ、どんくらいもう取り切る時間今回だからって計算して僕はやめてません。はい、なのでこれをしっかりやって、やめてますよっていう上級者の方はこれ以降見てもおそらく勉強にならないなと思いますので、ご退出ください。はい、ということでね、はい、まあこれが答えだとは思うんですけど、まあ参考までに僕はこの台だったら今回はやめますねと、はい、今メインでねお店が使ってる台を中心にお伝えしていけたらなというふうに思ってます。はい、ちなみにですけど、まあ僕は約11年間ぐらい、まあ、パチンコを打ってて、確変とか、まあ、時短とかね含めて取りこぼした経験は、まあ、11年間で約多分6回か7回ぐらいかなっていうふうな感じがしてます。はい、まあ、これは多いのか少ないのか分かんないんですけど、多分どうなんですかね、専業の人たちの中では、おそらく少ないんじゃないかなと思います。はい、なので僕は割と早めに辞める方です。はい、まあ、なんでかっていうと、もうね、だんだんね、閉店間際でやばいやばい取りこぼしちゃうっていうね、もう心のプレッシャーがね、すっごい嫌いなんですよ。はい、もうなんか数字とか、本当数字とかでお話しした方がいいんでしょうけど、感情的な問題ですけど、そのドキドキがすごい嫌な、はい、っていうのと、まあ、最初は例えばね、刑事とか打ってて、あのひねり打ちで、まあ、時間ひねり打ちってるから普通の人の大体まあ 1.5 倍とか時間かかるんですよね。はい、ひねり打ち打ってるだけど、だんだん時間がなくなってて、もうひねり打ちできてんやと なって、カウント止めに変えて、はい、でも途中から打ちっぱなしに変えてっていう感じになっちゃうんですよね。はい、そうするとね、やっぱり出玉取る出玉も少なくなっちゃうしね、まあ当然ですけど期待時給が下がっていくわけですよね。はい、そういうのが嫌なので僕は、割と早めに辞める方だなというふうに思います。はい、ということで、まあ、早速ね一つずつこの台はどんくらい前に辞めた方がいいよみたいな参考にして、いただけたらなと思いますので聞いてください。はい、どうぞ。はい、というわけでね、まあ一機種というよりも時間でねちょっと紹介していきたいなと思います。はい、じゃあまあ上からね言います。まあほぼ言ってるだけなんですけどね、だいたい閉店の2時間前くらいに辞めますよっていう台ですね。はい、これどういう台かっていうと、無双319と、漆黒ですね、あと日暮らし巡りって言うんですかね、巡り
マドマギ319なんかは結構まあ連チャン率がまあまあ無双は薄いが漆黒はまあ、65% ぐらいですかね、確かにね。ただ漆黒はやっぱりひねりすると結構時間かかるんでね、はい。なのでまあ2時間前ぐらいにやめますね、はい。なのでまあ10時45分閉店のお店だったら8時、まあ、45分とか、まあ、8時50分とか、だいたいそれくらいにやめますね、はい。まあ、といってもあれですよ、まあ、まあ、めちゃくちゃ回るなっていうの大だったら、まあ、10分とか延長したりとか、多めに行ったりとか、そういうことはまあ多少はしますけどね、はい、そんな感じです。はい、で、1時間45分前、はい、どういう台をやめるかっていうと、シンフォ2、初代シンフォ、岐阜堂々、まあ、ライトバージョンですね、無双アーマー、地中海、ここら辺は大体まあ1時間45分ぐらい前かなっていう感じですね、はい。まあ、シンフォ2の方が連チャン率高いんじゃないのっていうふうに、はい。なのでシンフォ2の方がね、早めにやめた方がいいんじゃないのって思う方いらっしゃるかもしれないですけど、シンフォ1がひねり打ちにするとね、入れるとね、あれ結構時間かかるんですよ、下アタッカーにやって、はい。なので同じぐらいですね、1時間45分ぐらい前大体ですねにやめます、はい。で、1時間半前の、はい、はい、これどういう台かというと、大海4、大きい海4、で、ゲンさん超イダテ、はい、これすいません、これこういう理由ちょっと正直自信ないですよ、はい。超イダテ、まあね、やっぱりね、まあ、メイン棋士なんでね、入れざるを得なかったんですけど、僕超イダテで当たったこと一回もないんですよ、はい。だから聞いた話でなんとなく推測していってるんで、これはちょっと正直自信ないのをご容赦ください、はい。と、あとまあゴジラのアマデジとか、はい、この辺は1時間半前ぐらいにやめるかなと、はい、いう感じですね、大体ですよ、はい。で、次は1時間15分前ぐらいにやめる台、うん、これどういう台があるかというと、まあ、地中海以外のアマデジ組ですね、はい。まあアグネスラウの119だっけ、あれはもうちょっと早めにやめてるかもしれないですけどね、はい。は、まあ、結構取り切れるんでね、はい、このくらい前にやめます、はい。なんか他にもこういう機種はどうみたいな質問あったらコメントに書いてください。もしかしたらね、僕が打ったことない台なのでね、返事できないかもしれないですけど、お答えしたいと思います、はい。はい、ということでね、番外編なんですけど、すごい重要な U タイム機はどうするかというお話をしていきたいと思います、はい。U タイムね、ちょっと2つのシチュエーションに分けてお話ししたいなと思うんですけど、まずシチュエーション1が、自分自身が打ってる台だったらどうだと言いますと、まあ、大体 U タイムまで突入して、で平均連チャンの5倍と想定した時間を取り切るかどうかでやめます。自分の台だったら。まあ、これも本当にね、回る台とかだったら、もう、追っちゃう時もおそらくあるんですけど、まあ、それは、まあ、ほぼほぼね、うん、難しいなということで、まあ、お話ししてます、はい。なのでね、U タイムで U タイムまで突入しない台なんて、まあ、正直言ってうまみがないですよね、 U タイムのうまみが、はい。なのでまあ大体そうですね、ちゃんと U タイムまで行って、回転数までね行って、平均レンチャンの5倍ぐらい目安ですよ。でもしっかり取り切れるというのを目安に考えています、はい。なので、まあ、リングとか、ライダーとか、ガロとか、エヴァとかですね、今だったら、まあ、5時間ぐらい前にはもう打たないですね。うん。はい。です。はい、よろしいでしょうか。で、シチュエーション2で、他の人の台で、どの台が、何回転でやめてたか。っていうのが あったとしますね。これ結構大事だと思うんですけど、これどうするかっていうと、僕はなんですけど、マッツンさんの、ツールがあるんですね。ツールがあって、それを入力して、U タイム機械値出るので、はい、それ見て、行くか行かないか判断します。はい。まあ、それ概要欄貼っておきますけど、例えばですね、ここに出していただきたいと思うんですけど、サダコ 3D ありますね。サダコ 3D か、ザン150で U タイムに突入しますという台がありますね。で、同じ台です。それを3時間前に発見するのか、平均3時間前に発見するのか、1時間前に発見するのかということで、U タイム機械値が、かなり変わってきます。
3時間前に発見したらここに書いてますが、11,827円、約ね、の優待の期待値を取れます。はい、だったら3時間前に、残150があったらもう行こうぜという風になってくるんですけど、これを見つけたのが閉店の1時間前でしたよと。はい、そうなると優待期待値が1578円まで下がっちゃいますね。はい、まあ、1578円十分と思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ売れたなくてもいいかぐらいの、まあ、僕は気持ちかな。はい、なので、時間前だったらまあ打たないなと、はい、いう判断になります。はい、よろしいでしょうか。はい、ということで今日お話ししたまとめをしていきたいと思います。はい、1つ目、基本的には今日紹介した時間を参考にしてやめていただければいいなと思います。はい、まあね、まあ回る台、よっぽど回る台だったらね、まあ、5分とか10分とか、もしかしたら15分とか多めに時間取って回すかもしれないですけど、まあ、基本的にはこうくらいですよっていうのを話しました。はい、で、U タイムはどうするかと、これはツールを使って、僕はやってます。はい、もうパッパッパって言ってもね、もう一瞬で分かるのでね、はい、そこを出してやってきます。はい、そんな感じです。はい、あとまあそうだな、提案しましょう。今日の提案、今日の提案ですね。はい、例えば1つ目、1つ目、例えば今日無双319打ってましたと、結構回りますという風になったんですけど、まあ取り切れる時間を考慮して2時間前とか1時間50分前ぐらいにやめましたよと。はい、で、まあ、帰るっていう選択肢もいい、帰って休むっていう選択肢もいいかもしれないですけど、その後に例えばまだ次のステージで、まあ、こっちの台終えるとか、1時間半前の台だったら終えるとか、はい、そっちに行って打つっていうのもありじゃないかなと。あるというか、まあ、僕は結構してます。はい、まあ、フィーストのアーマーとかは結構よくするんでね、はい、これ打って、あ、フィーストのアーマーだったらまだ取り切れるし打とうみたいな感じで打ったりとかします。はい、で、そのウィルスのアマとかでも、例えばね、1時間半前になったなとしたら、まあ、最近ね、ちょっとずつ勉強してるジャグラーとかね、ジャグラー見てね、明らかに上がってる台があったりとかしたら、ジャグラー打とうとか、もしくは、近隣ホールをチェックして帰ろうとか、はい、そういう時間の使い方をするのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、あともう一つ提案には、まあ、提案にというか、まあ、僕が行ってた地域で大阪があったんですけど、大阪は閉店持ち越しサービスがあったんですよね。はい、まあ、電車途中に閉店を取り切る、閉店で終えたら次の週は行けると、はい、そういう地域は別にあまりこういうこと考えずにね、まあ、次の日行けるんだったら、はい、もうギリギリまで打ってというふうにしていいと思います。はい、まあ、一回行った店がね、釘をそのままめちゃくちゃ回ってないで、据え置きにしてくれて、だからあえて閉店でぶち込んで、次の日打ってっていうこともできたんでね、はい、そういうのもやってみてもいいかなというふうに思います。はい、ということで、では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。